こんにちは、まどかです。大地さんです。よろしくお願いします。うるせえこれレベル設定がおかしくなってる多分ね。直しましょう、はい、じゃあですね、はい、前回の続きということで、前回イントロと A メロまでやりましたね、はい、やりました。じゃあそこまで一回復習してみましょうはい、はい、ぶっちゃけ2本撮りなのでまだゴーストノートは練習してません。まどかちゃん、はい、すいません。ちょっと急いじゃいますね。もうちょっと落ち着いて。じゃあ、B メロ。B メロ、はい。B メロ一回聴いてみます。わかんない。わかんないときは、はい、もう一小節ずつ聴いていくしかないんですね。はい、でもね、こんな便利な楽譜もあるので、はい、まずは1、2小節目は割と同じことやってますね。これ楽譜では、はい、ちょっとこう3とかね、なんかちょっと、うん、複雑な風に書いてますけど、はい、ここはそんなに意識しなくてもいいと思います。大事なのはこの、うん、バスドラムがスネアの位置に来るんですよ。3小節目、B メロの3小節目はお休みですからね。このお休みがすごく素敵ですね。止まらない。ここ B メロの2小節目にの1拍目にバスドラが入ってましたね。やらかしたこれ意外にね、この2拍目4拍目のこのバスドラのパターンっていうのは簡単そうで、今までにからないパターンでしょ。体にそんなに入ってないじゃん、入ってないと思うんですよ。なのでしっかり1、2、これだけでもいいんで、1、2、3、4で、ね、これをここでタイムを取る、はい、今まではこのスネアで1、2、3、4って言ったのを足で下半身で取る1、2、3、4、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 
なかなか繋がらないですね。頭に入ってます。これも宿題ですね。ここも、はい、でその次3小節目、はい、これは簡単ですよ。簡単ちい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 、これめっちゃ簡単、ね、ここ叩かなければいい。あ、ここですね。はい、うん、これは簡単ですよ。簡単なんですけど、はい、その流れをこう止めないでちゃんと
給付なんですけど、はい、ここは感じないとダメです、ね、うん、で4小節目バッテンがいっぱいついてますね、これね、これはハイハットでやりますかね、はい、こんな感じで、その後フィールですね、じゃあ B メロを通してやってみてください。ドラムが全然歌ってないですね。もっとしっかり歌いましょう。 B メロはフレーズが何種類か、3種類あるじゃない、いろんな種類があるので、それを綺麗にこうスムーズにつながるように、うん、フィルの、あのサビに向かってこう、ね、バンドを押し上げるようなイメージでやってもらえると、はい、うん、もうちょっと素敵になると思いますけど。でサビなんですけど、はい、まあ、ちょっと時間もタイトになってきたので前半4小節だけやってみましょうか、はい、うん、サビの2小節目は、はい、コツは2拍目と4拍目のスネアよりも少しこのここのスネアを少しだけちょっと弱くするとなんかちょっとこう色気が出る。この3小節目その後が少し難しいの、頭バスローが入らない、まあ、2小節目からやる、ね、はい、サビの、ここはまたじゃあ次回、はい、宿題がいっぱいありますね、はい、というわけで、はい、そろそろお時間になってきましたので宿題は、はい、はい、まとめてください。宿題はゴーストノートを練習することです。そうです。あとフィルですね、 B メロの 1,2,3,4 小節目最後のフィル、はい、5小節目ですね、正確に。あ、そっか、 1,2,3,4,5 5小節目の左手スタートでしっかり体に叩き込むのと16分音符の最後のここはなるべく左で、はい、はい、これを体に入れます。はい、あの歌うのを忘れないでくださいね、しっかり。あ、はい、最後は今やったサビの2小節目から3小節目のフレーズ、はい、これも体にシンコペーション、はい、はい、叩き込みます。あとは前半もね前半も、あ、そうだ、あの忘れないように、はい、はい、やばいな、ゆっくりやってください、はい、うん、テンポ90ですけど、うん、80ぐらい、うん、75から80ぐらいの間で1回練習してください。はい、はい、はい、ということで、ね、はい、練習してきます。はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。
俺褒めて伸ばしたいんで、どっちかっていうと。だからいいところすごいいっぱい褒めてあげて、ね、うん、楽しく叩くのが俺は成長の近道だなと思ってるんで。スコアパレード。The beats are grooving.